大柄の滝は、秋田県野城市にある滝である。落差約15メートルの大滝と、そのすぐ下の落差約7メートルの目滝に分かれる。野城市時和から上磐川沿いに道路を北上し、集落が途切れ大柄の滝入口の標識を左折し、田園地帯とそれに続く林間の道路を進むと、広場がある。広場から、急な鉄製の階段を降りると、大柄の滝の下に着く。 ここから少し沢の中を歩くと、小滝の下に着く。滝の落差はそれほどでもないが、豪快な音が辺りにこだまして迫力がある。滝の下はドーム状になっており、内部には不動明王像や仏像が安置されている。目滝は最初の広場の端から上部の実を見ることができる。しかし、樹木の葉によってあまり見えないこともある。目滝の全体像を見るには、田園地帯に戻り、 川の下流から他のあぜ道を歩き、川の中を遡り、高さ数メートルの円帝を越え両側が狭くなって、両側が狭く切り立ってくる部分を過ぎると、目だけが見えてくる。川を底をしてから約30分で目だけに着く。1807年3月25日には、菅井真澄も滝を訪れている。菅井は、飛行分を、大柄の滝と名付け、 色鮮やかなスケッチ画と共にこの滝を記録している。1977年6月15日の新観光秋田 30K では第27位に選出された。菅江雅美は1807年3月25日に大柄の滝を訪れた。下滝を見て滝はささやかであるが岩の姿は面白いとしている。ホットトギスの声が山びこになって響き渡っていた。上滝には 下滝への道の途中から芝に捕まって、崖を登り、牧の平というところに登り、さらに深い谷底に降りた。滝の下には、石の不動明王があった。マスミは、岩屋の中は大変大きく千人ばかりも隠れることが、できそうだとしている。久保田藩士であった石井忠幸は、伊藤遠佐は第十三巻に三枚の差し絵と共に、大柄の滝を記録している。 それによると、五畳ほど、上下の滝とも裏を見て、滝壺をめぐる。壺はいずれも朝市としている。また、下の滝から山をよじ登って、上の滝に至ることや、下の滝は三畳ほどで、上の滝は、下から見えず、下の滝近くの洞の中には八百人もの人が入るだろうこと、風によって滝の音が響き、振動がものすごいこと、ラの中には、 たくさんの甘ツバメがいることを記している。また、伊藤園者は第四巻では、床羽村に、大柄というし座とある。昔、大袋という人物が住んでいたことでの命名だという。これは、悪老の類いだろう。大柄の滝の上の滝は千年滝木を流した時に欠落したという。下の滝の側に穴蔵がある、風音や水音が鳴り響いている。 上下の滝とも裏から滝を見ることができる、恨みの滝となっている、と記録している。ありがとうございます。